ーズ品川の会のキックオフミーティングを開催させていただきます。会場にいらしていただいた皆様、 Zoom 等でご覧にいただいている皆様、ご参加ありがとうございます。本日司会をさせていただきますのは、元品川の区議会議員の吉田敦美でございます。どうぞよろしくお願いいたします。まず設立にあたりまして、衆議院議員の、立憲民主党の副代表でいらっしゃいます長妻明代議士はの大丈夫でしょうか。もうすぐ始まりますので、よろしいでしょうか。はい、今日は、ね、Zoom でですね、ご祝辞を賜りたいと思います。はい、長妻先生の方は諸子さんいかがでしょう。参拝の方は OK ですか。あ、手を振っていらっしゃいます。ありがとうございます。じゃあ、代議士よろしくお願いいたします。音声が入ってないですね。ちょっと待ってくださいよ。先生もう一度お願いします。はい、聞こえます。はい、そうです。はい、私もすぐ近くといえば近くなんですが、東京中野区の、新中野にある事務所に、おりますが、まあ、今日はパートナーズ品川の会ということで、まあ、キックオフミーティングということで、本当に皆さんご参加ありがとうございます。私から若干の挨拶ということでありますけれども、何分ぐらい、これほっとくと政治家の人はもう10分喋っちゃいますからね。10分でございます。10分です。あ、十分。はい。十分喋ります。まあ、10分ということで、まあ、まずはですね、今安倍由美子さんもいらっしゃいますですか。あ、おります。はい、いらっしゃいます。いらっしゃる。いや、本当に皆様の大きなお力で、安倍さんがですね、まあ、なんと本当にこれ東京都内の当選で一番時間が遅かったですね。夜中まで起きてた方もおられると思いますけども、まあ、本当にありがとうございます。なんとか安倍さんが都議会議員になったということで、まあ、本当に安倍さんがいることでですね、今日のこのパートナーズ品川の会も開かれておりますので、さらにますます活動を活発にしていきたいというふうに思いますし、安倍さんは連日あれですよね、都議会に行って今いろんな各種団体のご要望などを聞くヒアリングしてるんですよね。はい、そうです。そうです。そうですよね。聞こえてるんですね。聞こえてます。大丈夫ですね。ちょっとそちらの声が聞こえないんで心配になるんですが、まあ、そういうようなことで活躍をしているところであります。391票差ということで、まあ、本当にこれも皆さんの大きなお力、この賜物だというふうに思います。まあ、さてですね、まあ、昨日というか、まあ、これから1ヶ月間は、まあ、残念ながらですね、自民党の総裁選一色、テレビもマスコミもネット上もですね、そういう形で、自民党総裁選一色になる。もうコロナも何にも吹き飛んじゃう。まあ、本当にこれが国民の皆さんの最大の関心事なのかというふうな疑問もありますが、まあ、そういう事実上政治情勢になるということで、我々野党としてですね、きちんと今の喫緊の課題であるコロナ対策など大
出していきたい。ただ打ち出してもなかなかこれは新聞テレビなんかでは報道されませんので、まあ、ネットでも圧倒的に情報量が総裁選になると思いますので、まあどういうふうにアピールするか今試案中でございますが、まあ、ぜひパートナーの皆様にですね、発信力でぜひ、いろいろな参考をしていただければというふうに思うところであります。まあ、そしてですね、まあ、菅総理大臣、皆さんどう思われますかね。私はコロナ対策投げ出しというふうに言えました。まあ、これ事実上ですね、菅総理が今月末まで総理をやると言ってもですね、まあ、事実上もう辞めるという方でありますので、新しいこのコロナ対策の方針とかですね、運用というのは事実上できない。まあ、今までのこう積み上げの巡航速度でですね、対応せざるを得ない。事実上司令塔不在というふうになりますので、我々連日ですね、要請をしたり野党ヒアリングをしたり、あらゆる手段を使って、政府のコロナ対策が後手後手にならないようにもなってますけれども、徹底して前に進めていきたいというふうに考えているところであります。今日も後半ですね、コロナ対策についての専門家のお話があると聞いておりますが、やはり重要なのはですね、これ先手先手を打って空振りを恐れずですね、対策を取るということなんだと思います。そして、最悪の事態を想定をしてですね、それを起こさないように対応を取る。そして最悪の事態を想定したら、それを国民の皆さんと共有する。政府はこういう最悪の事態を考えているんだ、こういう基本的姿勢がですねなかったというのが大変問題だというふうに思います。やはり今はですね、この第5波ですけれども第6波に備えるということで、まあ、年末年始含め最悪の事態これから備えるとするとですね、まあ、ミュー株含めワクチンが効きにくい変異株がですね、大流行した場合、その場合の感染者数とか入院が必要な人数、自宅療養者数とか重症者数、こういうのを想定をしてですね、最悪の数字を積み上げて、それをしのぐための、それに対応するためのですね、今から対策を練っていく。まあ、今後手後手になりましたから、今亡くなる方が自宅でおられるということで、それを防ぐということでも起きてくる対応でありますが、これはもちろん、一生懸命やるように我々も前から申し上げているところですけれども、さらに年末年始の第6波に備えるということを今からこれやらなきゃいけない。全て現状対策がアップアップでやっていてはならないというふうに思います。そしてまあ出口戦略もきちっと示していく。感染者数とか医療逼迫度、ワクチン接種率、この感染が増えてるか減ってるかのトレンド、これらを組み合わせて4つぐらいのパターンでですね、人の流れの締め付けと緩和について4パターンを分類をして、こういう場合はこういうふうに緩くなります、こういう場合は強くなりますというパターンをですね、我々、一定程度今出しておりますので、これをですね政府にもきちっとやっていただきたい、まあ、いうようなことについて、数々の提言を打ち出しています。そしてこれまあ心配なのが、新しいこれ学期がですね、義務教育始まりました。品川はもう始まりましたですか、新学期。渋谷区はちょっと遅れてですね、まあ、今週からなんですけれども、まあ、見えないクラスターが学校で広がる、そしてそれが逆流感染ということで、ご家庭にお子さん経由で感染がもたらされてミニクラスターを呼ぶ、お子さんはほとんど発症しませんので、その対策についても先日ですね、萩生田文科大臣を、私も久しぶりに文科大臣室に訪ねまして、萩生田さんに直接強く定期的な PCR 検査、生徒さんを含めたです、
言をしてまいりました。まあ、いずれにいたしましても、総選挙も間近でございます。今の後手後手の政府では、なかなか前に進まない自民党の経済優先、コロナ対策後回しの手法や政党の体質でありますと前に進まないし、まあ、いろいろなこの情報公開の姿勢を含めて政権を刷新をするということで取り組んでまいりますので、皆様のご指導をこれからもいただければというふうに思います。いずれにしてもこの安倍さんが都議会議員に品川区堂々となりまして、今自民党の都議会議員は品川区で誰もいないとこういう状況でありますので、本当に野党の立憲民主党の出番でありますので、安倍さんを中心にですね、まあ、皆様方ぜひご指導をいただければ大変ありがたいというふうに思っておりますので、私のまず冒頭の今日のキックオフミーティングの挨拶といたします。どうもありがとうございました。代議士ありがとうございました。それではの長妻代議士は所要のため、お忙しいですよね。ありがとうございます。ご退席されますので、どうも皆さんありがとうございました。なかなか声が届かなくて準備申し訳ございません。ありがとうございます。それでは続いてよろしいですか。はい、それでは続きまして参議院議員で、そして立憲民主党の代表代行でいらっしゃいます蓮舫先生からビデオレターが届いております。はい、よろしいでしょうか。ビデオレターにて、ご祝辞をいただきたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。キッチンパートナーズの皆さん、こんにちは。参議院議員の蓮舫です。今日は立憲パートナーズの皆さん、こんにちは。参議院議員の蓮舫です。今日はパートナーズ品川の会キックオフミーティングが開かれます。本当に忙しい中、多くのパートナーズの皆様方がわざわざご参加をいただけたこと、大変申し訳ありません。ちょっとお待ちください。心から感謝申し上げます。ありがとうございました。今ズームの方に再生できてなかったので、立憲パートナーズの皆さん、こんにちは。参議院議員の蓮舫です。今日はパートナーズ品川の会キックオフミーティングが開かれます。本当に忙しい中、多くのパートナーズの皆様方がわざわざご参加をいただけたことを心から感謝を申し上げます。ありがとうございました。本当は直接皆さんにお会いをして目を見てお話をさせていただきたかったのですが、コロナ禍の中、こういう形でのメッセージどうかご容赦をください。今日は米山さんが医師の立場として今コロナの現状、そして政治がなすべきことは何かをお話をしてくださると聞いています。非常に有意義な時間になればと心から記念しています。またこの都議会議員選挙で支えていただいて見事議員とさせていただいた阿部由美子さんも参加をしています。今都知事に小池さんに向かってどのような立場で臨んでおられるのか、都政の問題等も話し合いがされると思います。総選挙も近づいてまいりました。何としてでも国会を開かない、その姿勢の菅内閣、自民党公明党政権、私たちは変えたい、変えようと思っています。
誰よりも国民の命と暮らしを守る、そんな立憲民主党の政策にぜひ皆さんに近づいていただければと思っています。これからも品川の皆様、パートナーズの皆様のお力ぜひお貸しください。私はあの機械が全然わからないんですけれど、また大変ですね、こういう会で、あのやはりそのリモートとか、ズームとか、あのビデオレターとかね、あのこれあの本当に塩川さんがいらっしゃるから助かっておりますから、ね。はい、続きまして、あの意識次第ではあの我らが松原寺院代議士なんですけれど、ちょっと今遅れてらっしゃるということで、それでは、続きましてこの度東京都議会議員選挙にて見事ご当選されました、都議会議員の阿部由美子先生、はい、小さな体で大きな存在ということでよろしくお願いいたします。ただいまご紹介をいただきました東京都議会議員の阿部由美子でございます。せっかくアクリル板を設けていただいているので恐縮ですが、座ってお話の方がきっといいと思いますので、座らせてお話をさせていただきたいと思います。まずはあのこの度の東京都議会議員選挙、本当に多くの皆様方のお力応援をいただきまして、なんとか東京都で最後の残った議席すれすれで滑り込みをさせていただきました。本当300票余りという非常に際どい選挙ではあったんですけれども、それでもなんとか勝ち切れたのは皆様方の最後までのお支えのおかげだったと思います。心から感謝をいたします。さて今日はその都議選を振り返ってということと、それから私の都議会での活動任期が始まって1ヶ月余り経っております。その内容について皆様方と共有をさせていただきたいと思います。パワーポイントの方大丈夫でしょうか。はい、今取得してます。ちょっとあの動画なしと動画ありので、動画入りの方で今試してもらってるんですが、ちょっとこれがあの非常にデータが重たいので、もしかするとあの特にオンラインの方に届きにくいかもしれない。ちょっとまあやってみましょう。何事もチャレンジ。さっきまで作ってました。はい。はい、ではあの、まあ、都議選を振り返りつつの都議会報告ということで、私には15分間お時間をいただきました。御礼とともにご報告をしたいと思います。よろしくお願いいたします。まず次のページなんですけれども、どうしよう、私が大きくなってしまったら分かりにくいですよね。あ、はい、ありがとうございます。都議選からの2ヶ月ということで、ちょうど都議選から2ヶ月が経ちました。任期は7月23日からスタートをしたんですけれども、まずは都議選を振り返りたいと思います。もちろんパートナーズさんというのは別に選挙の応援のためにあるわけではないというのは承知しているのですけれども、ここ品川ではこの都議選を一つのきっかけにして、パートナーズの皆様方に結集していただき、そして大きなお力をいただいたということで、まず都議選を振り返るところから始めたいと思います。次のページお願いします。いくかな、重いですか。はい、都議選を振り返ってということなんですけれども、実はあの私、公認が非常に遅くてといいますか、都議選に挑戦する決意を固めるのが大変遅くてですね、4月の半ばにようやく立憲民主党の3次公認という形で、決定をいたしました。でこれあの全て読まなくて構わないんですけれども、まあ、選挙ってこんだけたくさんいろんなことをやることがあります。とても大変です。でもだからこそ一人ではあのできない、本当にチームで、応援してくださる皆様方の、温かい熱い思いと行動の中で選挙というのは成り立っていくということがうっすら感じていただければいいかなというふうに思います。次のページいきます。
で、そんな中でですね、立憲パートナーズさん品川の会をというようなお話をいただいたのも実はこの頃です。でそして5月の頭にですね、ここにいらっしゃる主だった皆様方と大井町で集まったというのが、ある程度動きのスタートだったのではないかなというふうに思います。その後ポスティング大会ですとかポスター貼り大会など、ご参加いただいたり、あるいは朝の街頭活動にお付き合いをいただいて一緒にビラ配りをしていただいたり、本当に朝の出勤前の時間ですとか本当に貴重な時間をいただいて応援をいただきました。また、選挙はがきのご協力ですとか、友人知人の方々へのお声掛けもいただきまして、本当に大きな力になりました。また選挙期間中といいますか初日の公営掲示板のポスター貼りですとか、あるいはチラシの照紙というのを、やった方は、あれあれと思われるかと思います。選挙期間中に配るチラシには選挙管理委員会からもらったこの切手みたいな紙を一枚一枚貼っていかなければいけない膨大な作業があるんですが、こうしたことにもご協力をいただきました。そしてまた選挙期間中の街頭活動にも大きなお力をいただきました。本当に心から感謝をしております。ありがとうございます。そしてこれはあの次のページはもう写真で振り返って、選挙の様子ももはや懐かしいという感覚に陥ってしまっておりますけれども、雨が降ったり、あるいはもう本当に炎天下だったり、大変な選挙の中で一緒に戦うことができたこと本当にありがたいと思っております。そして次のページは、投票日ですね。なんとか先ほどから出ておりますようにギリッギリもう日が変わってからの当選確実がようやく出たということで、選挙事務所で待っててくださった方も終電があるからということでお帰りになった方もいらっしゃるんですけれども、本当に多くの方々が事務所でまたご自宅で発表を待っていただいて、そして、お祝いのメッセージも大勢の皆様方からいただきました。ありがとうございました。そして次のページですね。そして投票の翌日からまたさまざまな活動がスタートをいたしました。そうですね、収支報告書の提出とかいろいろ細かい話もありますけれども、そうしたことをしつつ立憲民主党としては今回15人の当選者がいましたので結成準備会が翌々日に開かれました。そして、都議会の中でも立憲の初総会が開かれ、15人の新たな仲間とともにこの4年間都議会の中で、しっかりと活動していくということを確認し合いました。そして任期が始まる前ではありますけれども、まだ、当時オリンピック開の開催前でしたので、オリパラの延期や中止を副知事に、提出する要請するということも、この時期やっております。それでですね、はい、で都議会23日から都議会がスタートいたしました。そして大変イレギュラーなんですけれども、この日、7月23日祝日ではあったんですけれども、臨時会が開かれました。普通はこの時期に臨時会がしかも祝日に開かれるということはまずないんですけれども、この日はオリンピックの開会式の日で、この開会式に議長と副議長を出席する、その議長と副議長を決めなきゃいけないということで、そして臨時会が開かれました。任期初日から議会が開かれるというのは非常に稀なことです。ここでは議長副議長の選出のほか、木村議員と書いてありますけど間違いですね、木下議員ですね。ニュースでいろいろ見てらっしゃるかと思います。無免許運転で選挙事故を起こしてしまったという木下議員への辞職勧告決議もこの時行われました。ちなみにその後も彼女は、都民ファーストは離党しましたけれども、議員としての立場は保ち続け、そして議会では1回も出席していないままとなっております。それから、東京都では専決処分が続いておりますけれども、これは知事による専決で予算を決めるのではなくて、しっかりと議会の中で議論すべきということで、この回も私たちは早速会期延長のための動議を出したんですけれども、反対多数で否決をされてしまいました。このためこの日は、議長を決めたことと、それから辞職勧告決議のほかは何も話し合われないままで、議会は閉じてしまいました。でその後、会派として臨時会の開催を要請しております。
また29日にはコロナ対策で、都知事への要請も行っております。そして次のページ、第2回の臨時会、これが8月の18から20日の3日間で行われました。ようやく 補正予算が先決ではなくて、議論が行われるという形になりまして、代表質問や討論、採決が行われ、この3日間の中では行われました。で、私この討論という最終日の採決を行う前の、議論に、議団、演壇っていうんだっけに立ちまして、この中で4分間という大変短い時間だったんですけれども、まずは専決処分によらない予算案の審議を改めて求めるということと、それからのちょっとニュースでも話題になりました若者ワクチン接種促進キャンペーン10億円というなんかすごく雑な補正予算が補正の中で続いていたので、これはいらないだろうということで減額修正を提案をいたしました。ただしこれは自民、都民ファースト、公明、そして一部の無所属議員の反対によりあっさり否決をされてしまいました。この中で右側に写真、新聞の切り抜きがありますけれども、ここの中でこの反対討論について取り上げてもらいました。ここでも書いてあるんですけれども、主張したのは、そうですね、ごめんなさい、若者が接種を望んでもワクチンが足りない現状で、こんな製品を投じるのは理解できない、接種しやすい環境整備こそ都の責務、若者の意識に責任転嫁すべきではないという私の討論原稿がそのまま新聞で紹介をされました。次お願いします。これ再生できますか。もうあんまり時間ないから右側だけちょっとこれその時の動画の再生ができるかと思うんですけど、若者を対象とした新型コロナウイルスワクチン接種促進キャンペーン事業について申し上げます。現在若年層は大学や職域の接種、市区町村の接種を希望してもなかなか予約もできない状況にあります。ワクチンが余っているのに若者が接種しないならいざ知らず、ワクチンが足りない中で接種を促す広告に7億5000万円、アプリに2億5000万円、計10億円もの税金を投じることは到底理解できません。妊娠期を含む若い世代にワクチンが行き渡らない状況を早期に改善し、予約しやすく、アクセスしやすい環境を整えることこそ東京都の責務であり、若者の意識に責任転嫁すべきではありません。そもそも知事をはじめとして、この間、若者は出かけるな、高齢者に移すなとの言動が続いてきました。デルタ株では若い世代の重症化が顕著です。若者を悪者にするのではなく、若者の健康と命を心配するメッセージこそ発すべきではないでしょうか。この事業を発想の段階から再考することを求め、私たちの会派は当該予算を削減する修正案を提出するものです。皆様方のご賛同をぜひともお願いいたします。というような感じの討論を行いました。これは新聞などでも取り上げていただいたんですけれども、次のページに移りますが、この後ですね、渋谷の若者接種センターというのが予約なしでというのがいきなり出てきて大混乱になりました。そこでですね、ちょっとツイッターでもワクチン接種センターが大混乱になってしまったと、予約なしなら殺到するのは当然なのに若者はワクチンを打ちたがらないという、都側の思い込み、次のページお願いしていいですか。それが原因であって、若者向けワクチン接種促進キャンペーンに10億円を使う前に予約システム導入をというようなことを、ちょっとツイッターで書きましたら、私のツイッターとしては比較的反応があった2000件ぐらいのじゃない1200件リツイートぐらいしてもらって、されまして、それでですね、なぜか日刊現代にも取り上げていただいたんですけれども、その右側、これ実は都民ファーストさんの、議員さんがですね、都民ファーストの議員さんが、渋谷の件で打てない若者が、多いことがはっきりしたので10億円は無駄だみたいなことを書いていてですね、あれ、都民ファーストさんはあれ10億円賛成したんじゃないかと、私たちの減額には大反対してたのになんだこれはと思ったんですけれども、こっちの方は2万5000いいねということで、私の10倍ぐらいいいねをもらっちゃってるという
どういうことなんだと思うんですけど、ここは怒らずにですね、都民ファーストさんもこれこの10億円が無駄だと言ってくれているんだったら、もうこれは執行を止めてもらうしかないなということで、私たちは今度はこの